夜間にヘリコプターが離着陸できるよう、大学や企業が一人で持ち運べる照明セットを開発しました。航空法により夜間のヘリコプターの離着陸にはヘリポートに照明設備が必要ですが、常設するには1000万円ほどかかるということで、岐阜大学や平田学園など4社は移動型夜間照明を開発し、今年4月から一式130万円で販売。県内でも9割以上のヘリポートで常設の照明設備がないということで、移動型夜間照明は災害や緊急時に必要な場所へ持ち運び、1.2 キロの電池式 LED を16個並べると、患者や物資の運搬が可能になるということです。30年以内の発生確率が 70% から 80% とされる南海トラフ地震では、県内でも孤立集落が予想されていて、ヘリの活用が期待されています。